皆さんは6月と言ったら何を思い浮かべますか？そうですね。父の日、怖い話ですね。今回読む怖い話は、こちら。密告交換アプリ。なんかさ、みんな秘密事って好きだよね。いい話にしろ悪い話にしろ、秘密ってみんな好きじゃない。特に悪い話。あと恋愛話。なんか嫌だよな。まあ、かくいう私も大好きなんですけど。本当に。ここだけの話がこの世で一番好きかもしれないわ。皆さん、キヨにだけは秘密を話してはいけませんよ。次の日、いや、その日中に広まってます。じゃあやっていきましょう。密告交換アプリ。誰かの秘密をアプリに密告すると、代わりに希望する人の秘密を教えてもらえるアプリ。こんなん絶対やるわ！現実であったら絶対やるわ、俺！最初は正義感のためにアプリを使ったリンだが、知りたくなった情報を知らされてしまう。まあそういうことにもなるよね。いやでもね、絶対にやるよ、俺は。こんなん中高生とか関係なく、もう幅広い年齢で盛り上がりそうなアプリだね。まあ、すぐ消されそうだけどな。じゃあやっていきましょう。第1話を読もう。リン。ねえ、ナオくん。あ？お前、あれか？彼氏持ちか？まあ、別にいいんだけど。別に俺が悪態つく必要ないんだけどよ。楽しそうならそれでいいんだけど、なんかちょっとナオくんで急に入ったから、あって今好戦的になってしまった。密告交換アプリって知ってる？まあ、すぐ広まってきそうだよな、こういうのって。まだ仕事中かな。仕事中に密告交換アプリの話をするな。ナオくんが仕事中だとしたら気になってしょうがねえだろ。何そのアプリって。おーい。お茶以外の時におーいって言うの？ごめん、遅くなった。おー、ナオくん。ちょっと取引先でトラブってさ。社会人って。大変だね。このりんちゃんは社会人じゃないってことなのかな？お兄ちゃんとかではないもんな、きっとナオくんって呼び方的に。お仕事お疲れ様。早く、リンの方が良くない？リンだったらもうリンで良くない？わざわざその4文字にする必要ある？早くリンに会って癒されたい。っていうか、そのアプリは知らないよ。学校で流行ってんの？インステ見てたら、インスタグラムのこと、まあちょっともじってるだけか。インステ見てたら広告で出てきたの。広告で出すのちょっと待って。密告交換アプリなんて広告で出しちゃいかんだろ、絶対。そんなの知る人ぞ知るにしなきゃいけないだろ。何広告で出すな。広告打つな。おい、密告交換アプリの運営、広告を打つな。金かけて広めるな。へえ。なんかね、誰かの秘密を匿名で密告すると、代わりに希望する人の情報を教えてもらえるんだって。いや、これさ、誰でもやっちゃう気がするよね。しかも、いや、でもこれ嘘のことをさ、密告とかってできんのかな？嘘の情報を与えて自分は本当の情報を得るとかになっちゃいそうだけどね、結局。だからその情報も本当かどうかなんて結局わかんないままになっちゃいそうだけどな。何それ。嘘くさくない？俺もナオくんと一緒。ナオくんと俺一緒だな。でもさ、ナオくんには話したでしょ？前にうちの大学で起きた事件のこと。ああ、これを密告交換アプリとかでなんか密告したり情報を得たりするってことなのかな？ああ。飲酒強要に暴行だっけ？先週学生が不起訴になったってニュースが出たね。ああ、大学とかってそういうことも今もあんのか？ほんとバカばっかだな、そういうことすんのは。うん。でも私は、あの人たちが実際にやったって知ってる。なんで知ってんの？実際にやったって。同じ学生なのか？あ、同じ大学なんだ。大学でその話してるのを聞いたもん。関わらない方がいいよ。だって相手は、警察の偉い人の息子でしょ？ああ、もみ消したりとかがあるってことか？証拠だって持ってないし、もみ消されるどころかさ、逆に何されるか分かんないよ。ああ、そうだな。ここは結局一番自分の身のことを考えても関わんない方がいいって俺も思っちゃうな。ナオくんと俺一緒だな。俺もナオくんって呼んでもらおうかな。それは、わかるけどさ、本当に私は聞いたんだよ。被害に遭った人の考えると、絶対に許せない。いい子なんだな。凛ちゃんいい子だけど、凛ちゃんがね、危険な目に遭わないためにナオ君は言ってるわけだもんね。あの時なんで会話を録音しておかなかったんだろうって、自分のことも許せなくて。しょうがないよ。その時は事件が発覚する前だったんでしょう。とっさにそこまで動ける人間なんてほぼいないって。だから今からでも、ナオ君いいやつだね。でもこのナオ君も、多分みっこが交換アプリってなったら、まず付き合ってる人のこと調べちゃうよな。だからナオ君のなんか情報を得ようとして、ちょっとボロボロなんかすごい展開になってくんじゃない？だから今からでも、匿名で密告したいの。マスコミに行ってみるのは？事件が起きた時にもうやったよ。でもどこも取り扱ってくれなかった。まあ今はね、マスコミとかじゃなくどっちかで言うとね、ネットの方が力を持ってるみたいな、ネットで広まったらやっと警察とかマスコミも本気で動くみたいな動きもあるもんね。多分、いたずらと思われた。まあ、匿名じゃそうなっちゃうか。それならアプリでやっても一緒じゃない？それでも何かしたいの。分かったよ。ナオ君分かって、すごいね、ナオ君いい人。ナオ君と俺一緒だな、でも。アプリで一緒でもけど、何かしたいんだったらもう自由にしないみたいな。俺、ナオ君にしよっかな、名前。ちょっとみんな今日から俺のことナオ君って呼んでくれよ。俺が言っても聞かないんでしょ。リンリンは一度決めたから聞かないから。そうなんだよな。リンリンは一度決めたら聞かない子なんだよな。あれよ、なんか俺ナオ君になってきてる。ごめん。そういう、強情なところも好きだよ。すごい。すごいじゃん。もう何でも好きになってるじゃん。どんな、りんちゃんがどんなこと言っても好きじゃん、なおくん、絶対。でもさ、密告の交換に、俺の情報聞くのはやめてよ。おい、お前もなんか持ってんな！なんか持ってんな！で、そうなると聞きたくなっちゃうんだって。なおくん、それ言わなかったら聞かなかったかもしれない。それを言うことによって聞きたくなっちゃうわ、なおくん。なんで？いやー、なんかさ、恥ずかしいじゃん。何か隠してることでもあるの？ない、あるな。ないよ、そんなに言うやつはあるな。っていうか、実際どのくらいの秘密が聞けるんだろうね。指定した人間の秘密が必ず聞けるなんておかしくない？確かに。そもそも全人類の秘密なんてあるわけがないから、結局同じように誰かが自分のことを勝手に言ってるみたいな、これ運営大変すぎない？どうだろうね。やってみないとわかんないや。とにかく、秘密聞くなら俺以外にしてよ。そんで、結果教えて。いいけど、起きた！密告交換アプリ。密告交換アプリへようこそ。このアプリでは、誰かの秘密を密告する代わりに、希望する人の秘密を知ることができます。いや、やりてえ！これあくまでそう、仮想の世界っていうかさ、フィクションじゃん。実際にあったらやりてえな。でも俺の情報もいろいろ売られるってことなんだもんね、誰かにきっと。そして俺はこうやって活動者でもあるから、お前ら俺の情報知ろうとすんのか！こんなアプリやっぱ弱くないわ。よくないよくない。お前らの中にもいるわけだろ？キヨの情報を教えてくださいみたいな。うわぁ、実は小心者ですみたいなさ。内容しょうもなって。俺の情報しょうもなって。みんなもでも密告で何かを情報を売らなきゃいけないわけだもんね、出さなきゃ。その代わり俺の得た情報、俺の情報を得ようとする。そしたらキヨは実は小心者、しょうもな。詳しくは利用規約をお読みくださいね。早速密告しますか？はい。あ、密告するんだね。希望する人の秘密を知ることができるんだもんね、自分が。それはなんか条件、利用規約お前読んでねえだろ、絶対！りんちゃん！なんか条件とかあるんだろうからちゃんと読んどけ、こういうの危ねえアプリ使うときは。それでは内容を入力してください。完了後、送信とお送りください。これ自動メッセージなのかな？帝都大学3年生の鴻上正嗣？林、荒井女、難しい3人の名前あんま聞かない名前。なんか読みにくい。あんま聞かない名前だからあんま読めなかった。ごめんなさい。の3人は、帝都大生、飲酒強要、暴行事件の真犯人である。あ、もう3人の名前のことも全部知ってるんだね。事件当日の飲み会の席で、無理な飲酒を強要。意識がなくなるまで飲ませ、暴行したことを大学校内で自白していた。自慢みたいに言ってたってこと？あれはちょっと大変だってよ。でもさ、みたいな。ほんとさ、今すぐもう法が許すんだったら一発殴ってから捕まえてほしいな。これでいいよね。送信。密告、ありがとうございます。こういう感じで密告ありがとうございますっていうことで、いろんな情報が入ってくるのか。それでは、密告の交換です。秘密を交換したい人の名前を入力してください。うわぁ。まあ、ない人もいるんだろうね、秘密が。ナオくんは、言ったけど、逆にそんな言い方されると気になるよね。あ、これりんちゃん打つだ。もうこうなった運は絶対に打つんだよ、ナオくんの名前を。他に秘密を知りたい人もいないしな。っていうか、本当にこんなのできるのかな。あ、入れた。半沢直人。半沢直樹みたいな感じだね、直くん。半沢直人、半沢直樹なの？入力、ありがとうございます。残念ながらその方の秘密はございません。みたいな感じのもあるってことだもんな。全員が全員あるわけじゃないもんね。お探しのお名前は、複数、あ、すげえ！ちゃんとしてる。もう全員の名前、いろんな同姓同名の人もいるってことか。お探しの名前は複数人物が該当いたします。秘密を知りたい方の顔写真まで出るんだ。顔写真をタップしてください。うわ、たくさんの顔写真。この人たちの秘密が全部アプリに入ってるってこと？すごいね。もう週刊誌顔負けじゃん。あ、ナオくんもいる。やっぱり秘密があるんだ。これ悪い秘密じゃなくていい秘密とかだったらどうしよう。実はもう彼女のことをずっと一筋で大事にしていて、将来も考えててみたいな、そのために仕事も頑張っててみたいなさ、ものすごくいい秘密。じゃあ誰がその秘密売ったんだって話だよね。ナオくん自分で自分のいい秘密を送ってんじゃねえかと思っちゃうわ、このアプリに。ナオくんの秘密知りたい。そりゃそうよ。この人物でよろしいですか？はい。それでは秘密を開示します。あ、いいところで次行くね。来た、第2話。半川直人は3股している。いや、本当に、なんか普通に嫌な情報。あんなに俺直くん買ってたのに、普通に嫌な情報出てきた。これも友達じゃん。は、なおくんの友達が売ってるじゃん、こんなの。半川直人は三股している。は？何これ？嘘でしょ。まあ、これが本当とは限んないからな。誰かのいたずらだよね。この密告は検証済みです。内容に嘘偽りのないことを当アプリが証明いたします。ああ、こうやって言ってるっていうことは、いたずらとか嘘っていうワードに反応して自動メッセージで返してんのかな。でも検証済みっていうことはなんか証拠の画像とか撮ってたり、何かあるってことだもんな。え？何？検証済み？この秘密は事実ってこと？嫌だ。ナオくんに確認しないと。そうだよね。真っ先にナオくんにだよな。ナオくん。私以外に付き合ってる人いるでしょ。うわぁ、修羅場。もう5秒前、3秒前。いや、もう始まってんな、これ。修羅場始まってます。カーン！何それ。浮気なんてするわけないじゃん。リンリンがいるのにさ。もしかして、最近残業ばっかなの気にしてる？マジで最近きついんだって。前にも言ったでしょ。あの超闇でみんなから嫌われてるハゲ課長がさ、わざわざ俺らの仕事増やしてくれちゃって。そのくせ自分は偉そう。こいつ三股してんな。こんな長文で短文連続で打つ？こんなさ、リンリンの反応、リンちゃんの反応を見る前にこんな打つか？こいつやってんぞ。そのくせ自分は偉そうにしてるばっかりで。なあ、もう仕事しないしって、愚痴になっちゃった。とにかく、浮気なんてするわけないから。休み取れたら会おうね。ただ、この直くんやるな。なんか確かにそれっぽい。してなく見せる技術は高いな。だが、俺にはわかるぞ。俺にはからなくお前は浮気をさまたしている。でも密告交換アプリに載ってた。ここに書かれてることは本当だって。は？アプリ使ったの？やっぱり本当なんだ。なんでそういうことすんの？すんなって言ったのに。そんなこと言われたら逆に気になるじゃん。まあそうだよな。それは仕方ない。ナオ君がきっかけを作ったわけだよ。やめろって言われたらやりたくてもカリキュラ効果が出ちゃってるわけよ。で、なんて書いてあった？教えろ。うわ、やだ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 。こういうとこ一番やだ。なんかさ、自分が悪いのにさ、ピンチになって、なんか嫌なことがあったら、口調も荒くなったりみたいな、こういうとこ一番やだわ。教えろだって。三股してるんだってね。それだけが書いてあったの？そんなアプリのこと信じるの？最初は悪い冗談かなって思ってたよ。でも、今の反応で確信に変わったよ。教えろとか言ったりしたら、なんかちょっと夏かけてくる感じな。これを隠したいからアプリを使うなって言ってたんでしょ？なんなの？私のことバカにしてんの？来た！いけ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 ！喧嘩喧嘩！しらばしらば！いつから？仕事で遅くなるとか出張とか言ってた時は他の人で会ってたんだ。ていうか私に声かけた時もすでに他の女の人と付き合ってたんだ。ねえ、答えてよ。もういい。は？どうせもう終わり。じゃあね。ちょっと待って。ちゃんと説明してくれないと気が済まない。来た。鬼伝か？リンリンの鬼伝！最悪。逃げた！卑怯者！逃げるな卑怯者とはナオ君のことを言ってたんだね。ナオ君！お前がもし鬼滅の刃に出てたら逃げるな卑怯者って絶対言われてるぞ。最悪。あいつ私のことブロックした。本当に逃げたんだね。わかりやすく逃げる。最悪最低だとか。ただりんちゃんもうね、説明なんて理由なんて聞かなくていいよ、もう。切れ切れ。こっちから切ってやれ。もう二度とはもう興味なし人間になれ。記憶から消しちゃえ。許さない。許さないの感情。復讐の感情になってしまった。忘れるというより。次の密告をしますか？はい。あ、悪い方に行ってる。りんちゃんも普通に悪い方に行ってる。闇落ちルートに行きましたよ、りんちゃんが。それでは、内容を入力してください。中川直人は、中川直人？半川じゃなかった？この短時間で名字変えてくるあいつ。多分知らないと思うけど。中川直人なの？半川じゃなかったっけ、さっき。中川直人は以前、仕事で重大なミスを犯したが、ミスがわからないように会社のパソコンにウイルスを仕込んだ。パニックを起こすことで自分のミスをごまかしていた。あー、なるほどね。そのミスもパソコンのウイルスでもうごにゃごにゃってわかんなくさせちゃうみたいな。ウイルスを仕込むってすごっ。なおくんすごくない？なかなかそういうのってできないと思うけど。ウイルスのことは自分でやったとは言ってなかったけど、多分あのタイミング絶対な、良くないよ、りんちゃん。曖昧未満の情報を渡すのは良くないよ。100% の情報を与えなきゃ。こういうのってさ、不確定な情報を与えましたね、あなたは、みたいなさ。なんか食らいそうじゃない？上に怒られちゃうよ。今ならわかるよ。悔しいけど。これでちょっとは復讐になったかな。もうストレス発散みたいなもんなんだな。送信。密告、ありがとうございます。それでは密告の交換です。秘密を交換したい人の名前を入力してください。これ誰の情報が欲しいんだ？でもまださ、話としては序章的なところだから、こっからなんかあんま危ない危険なストーリーになってくるってことだよね。ホラー展開があるらしいから。あー、どうしよう。別にな、秘密を知りたい人なんて芸能人とかも興味ないし、いらないかな。あ、いい子だね。あ、やめるって言えばいいんだ。やめる。本当に中断しますか？このまま中断すると、あなたが密告した内容が本人に通知され、なんで密告じゃなくなるけどね、それもう。本人に通知される意味がよくわからない。このアプリちょっとルールがばってない？中断するならするでもうそれでよくない？え？本人に通知は、いや、さすがにまずいかな。もう適当にさ、誰かの情報聞いとけよ、りんちゃん。別にその情報をさ、広めるとかのするわけじゃないんだから。いいえ。秘密を交換したい人の名前を入力してください。やっぱり、聞いておこっかな。そうだなぁ。お？鎌田千咲。誰だ？もう新キャラが出てきたな。この人物でよろしいですか？千咲の秘密もあるんだ。誰かが千咲の秘密を密告したってこと？この千咲ちゃんっていうのがとんでもない秘密持ってるんじゃない？そういうことじゃない？しかも危ない感じの危険な秘密を持ってるってことなんじゃない？まあ、いいよね。一番の友達が危険人物なんだよ、きっと。千咲が悪く言われてても、私が秘密を守ってあげればいいんだから。はい。それでは、秘密を開示します。いいところで終わるな。第3話。鎌田千咲は、友人の安倍川凛の服装が、ダサい。しょうもねえ。しょうもないな。密告効果アプリ、しょうもないな。服装がダサいと影が笑ってるっていう情報を誰かがっていう。もっと激しいのくれや。ねえ、もっと激しいのちょうだいよ。もうとんでもないさ、危ない薬物をやっているみたいなのとかさ、なんかちょっと人を殺してしまったみたいな、すげえ、そういうさ、こう激しい危険な話を欲しいのよ。こういう密告交換アプリとフィクションの話だとしたら、何服装がダサいと陰で笑っているって。いらんわ、この情報。ただ、りんちゃんが、ちょっと心がキュッてなるだけよ。えって、普通にキュッて傷つくぐらいの情報やめろ。逆に言うと、りんちゃんにとっては一番傷つくかもしんない。これ、私、陰で笑われてるの？一番の友達って言ってたもんね。あ、やばいかもね、これ、りんちゃん。かなりメンタルきちゃうんじゃない？この密告は検証済みです。内容に嘘偽りのないことを当アプリが証明いたします。証明すんなよ。こんなはっきりと証明すんな、陰で笑われてること。嘘であってほしかったよ。だって、私たち、親友だと思ってたのに。こんな秘密、知りたくなかった。はい、りんちゃん。インステだっけ？この世界ではインステグラムだっけ？インステを鍵垢にしましょう。で、もう自分だけしかもう誰にも見れないようにストーリーを更新しましょう。黒背景真っ黒にちっちゃい小文字で。信じてたのにっていう白い小文字でちっちゃく誰が見ようと思っても見えないぐらいのちっちゃい文字にしましょう。おはよう、りん。あ、千咲だ。おはよう。どうしたの？寝ぼけてる？凛にしたら珍しいね。珍しいね。しーねって言ってる。いや、こいつやっぱ最悪だ。珍しいねの、ちょっと見て、しーねって言ってきてる。最悪。いつもは凛の方が先に教室ついてんのにさ。おかげでどこ座ればいいか迷っちゃったよ。あー。っていうか、今日なんか服装違くない？うわー！やばい。りんちゃんもしかして、そう言われるわよ、いいものの、やっぱ気にしてちゃんと、ちょっと自分なりのおしゃれをしたわけだもんな。自分が好きな格好、自分がいいと思う格好だったら何でもいいぞ。ダサいかどうかなんて、こんな千咲みたいなやつが決める話じゃねえからな。なに？イメチェン？変かな。りんちゃん自信持て！今、陰のものになっちゃってるから、陰キャの陰のものになっちゃってるから、自信持って大丈夫よ、りんちゃん。うわ、こんなアプリを始めたからこうなってしまったってことだもんね。別に変じゃないと思うよ。とは言ってるものの、この後陰で笑うんでしょ？なんていうか、りんにしては派手なの来たなぁと思って、新たな話のネタにしてくんのか、こいつは。これも失敗かな。マジでどうしたの？なんかあった？あったね。あったあった。でもさ、一番の親友だったらはっきり言っていいんじゃないの？私のことバカにしてるんでしょって。まあ、可愛いもんなんじゃない？いや、良くないよ。それ傷つけることを言ってるこのキサキってやつは、まず大前提としてクソ野郎だとしてよ。して、でもまださ、自分のことをさ、まあまあ服装のことぐらいか、だと思った方がいいんじゃない？いや別に変って言ってるんじゃないよ。でもりんちゃんはこのキサキのことを悪く言ってないし、守ってあげようっていう気持ちがあったから、やっぱこの女クソ女だわ！ボコボコにしてやれ！いっつも暗い色ばっかり着てるし、たまにはいいんじゃない？おはよう。あ、カナが出てきた。あ、おはようカナ。あ、このカナっていうやつと一緒にかけて笑ってたってことじゃねえか。やっべー、遅刻するとこだったー。え、待って待って。そのバッグ新しいやつ？あ、そうそう。めっちゃかわいい。いいなー。見せて見せて。なんかここの描写リアル。いやごめん、実際にこういうのが女の子の間であるかわかんないけど、なんかすごい妙にリアルに見える。なんかリアルじゃない？新しい新作のバッグが出て、それに食いつく女の子、そこの会話に入れない女の子、そしてこっちの女の子たちは裏で自分のことをバカにしてる。りんちゃん、今すぐ離れるんだ。なおくんも失って、友達も失って、一人ぼっちになってしまう。ここで誰かが助けてくれる人がいればいいんだけど、いなさそうだから俺が助けます。結局今日は、あんな秘密を知ったせいで、キサキとうまく喋れなかった。ね。あ、キサキがインスタ更新してる。カナとお揃いでアウター買った。呼ばれなかったね、りんちゃん。りんちゃん大丈夫。君の精神世界に俺が一緒に精神世界としてさ、仲間として、今後俺が助けてあげるから、俺がアドバイスあげるよ。カナと揃いでアウター買った。りんちゃん呼ばれなかったね。今日は二人でめっちゃ愚痴ったー。あー、多分これりんちゃんのことだよ。いろいろぶっちゃけ楽しかった。これから焼肉行きまーす。焼肉、また誘われなかったね。めっちゃ楽しい。りんちゃんがいないからなのかな。愚痴大会、またりんちゃんのこと？やべえ！俺が一番りんちゃんを攻撃してるかもしれない！俺が一番りんちゃんを攻撃してるから現実を見せようと思った結果、一番攻撃してるかもしんない。よくない、りんちゃん大丈夫。もう忘れよ、ブロック。インスタ削除しろ、お前も。ダイエットはどうした？知らねえよ。なんだこいつら。なんかたまにあるよな、こういうハッシュタグつけてさ、なんか、なんだか、みたいな、このダイエットはどうした？私、みたいなさ、知らねえよ。クソみたいなタグつけやがって。ダイエットはどうした？あとなんかツイッターの方でもない？なんかさ、これがいいと思ったらいいねくださいみたいなさ。しょうもない。愚痴。って、やべえ！りんちゃん今もう完全に、被害妄想モードに入ってるんで、これ私のことじゃないってなりそうじゃない？二人で私のこと話してた。やばい、これりんちゃんが闇落ちだ。完全に。りんちゃんは何も悪くない。こういうことをストーリー見てると毎回思うわ。何も悪いことしてない子が一番被害を食らうってさ、良くない世界だよな。こっからりんちゃんはどうなっていくんだろう。今日の私、感じ悪く見えてたんだろうな。そんなこと考えなくていいよ。あっちはずっと感じ悪いんだから。でもさ、ひどくない？あ、俺に話しかけてきてる？うん、ひどいひどい。私は傷ついたよ。そうだよな。次の密告をしますか？はい、あれ？これ売るねえ。いや、もう売っちゃえ売っちゃえ。もう売っちゃえ売っちゃえ。あんな友達じゃねえ。内容を入力してください。鎌田千咲は、大学の講義中に SNS などするばかりで、試験前に友人のノートをコピーするなどして、試験を切り抜く。しょぼいな、情報が！しょぼいな。小さい世界の情報。小さいな、密告が。密告が小さい。ちょっといいね。逆に面白いかもしれない。俺だって今までこういうチャットノベルとかホラーノベル読んでたらやっぱりなんか、あれは今までの傾向があると、鎌田千咲は何人もの人を殺している。みたいな感じのストーリーだと思うのよ。だいたい今まで読んでたらさ。でも見て、逆にこれ見て。SNS を講義中にするばかり。そんな誰でもいるだろうからな。試験前に友人のノートをコピーするなどして試験を切り抜けている。いるのよ、多分いっぱい。レポートも参考に見せてと言って内容を写している。密告なのか、これは。これは密告なのか。でもりんちゃんは普段悪いことをしてないからな。これもやっぱ悪いことであるからな、そもそも。密告ありがとうございます。こうして文章にしてみると、私って利用されてただけだったのかな。確かにね、改めてこう見ると友達関係っていうのを見直せるっていうのもあるよね。本当に自分のことを大事にしてくれるなっていう人はね、まあなんか一緒にいるだけでわかるけどね。あのさ、千咲って子はさ、もうなんか喋ってる感じで多分、あ、こいつは多分私と会わないってなるだろう。りんちゃん、あの子会ってねえよ。なんだか悲しいな。まあなあ、親友だと思ってたからな。それでは密告の交換です。秘密を交換したい人の名前を入力してください。はあ、まあこれね、打たなきゃ千咲に行っちゃうわけだもんな。これ以上傷つきたくないんだけど。カナを選んでも私の悪口が出る気がする。いや、それだとしたら嫌われすぎよ、りんちゃん。もともとカナは私より千咲にべったりだったし。そういえば、秘密って一人一個じゃないのかな。鎌田千咲。お、千咲を選んだら、今私が送った密告がそのまま開示される。あ、なるほど、ちょっと面白いところに行ったね。カナを選ぶよりは、こっちを試してみようかな。この人物でよろしいですか？はい。それでは、秘密を開示します。次のストーリー行くなよ。ここでそのまま見せになってくれよ。すぐ言ってくれた。鎌田千咲はパパ活で金儲けをする最低女。おお、ちょっとランク上がったね。これ確かに密告感出たね。密告感出てきたよ。で、この最低女って言ってんのはきっとカナだろうね。カナが情報を売っただろうな。え？この密告は検証中です。検証が確定次第お知らせいたします。嘘だよ。あ、まだ嘘、まだ本当か分かんないってことね。千咲はそんなことする子じゃない。彼氏だっていたし。いや、りんちゃん、その人にはその人の事情っていうものがあるからね。分かった気になっちゃいけないよ。分かった気になっているかもしれないけど、その人を知ってるのはその本人だけだからな。誰かが嫌がらせでやったんだ。千咲、嫌なこともあったけど、私が良すぎー。ちょっとりんちゃん良すぎない？この子ちょっと良すぎじゃない？いい子すぎー。いい子すぎるって逆に傷つきやすさもあるから気ぃつけた方がいいって。絶対りんちゃんどっかで会う機会ないかな、俺。そうしたらちゃんと言ってあげんだけどな。あんま他人に期待すんなよっていうの。これ以上こんな噂が広まらないように。もうここで終わった。え、どうなんだ？なんかこの表示されてるコメントだけちょっと見たくなっちゃうよね。このアプリ信用できるか自分の名前で試せばいいのに。わら。いや、わらは別にいらんだろ。第4話。鎌田千咲はとても心優しく、仕事で帰りの遅い両親に代わって妹のためによく料理を作ったりと、年の離れた妹の世話をよくしてあげている。いい密告。こんな平和な密告がある。りんちゃんいい子すぎないかい？君そんなこと言ってるけど、陰で悪口を言われてるんだよ。この後あの二人は焼肉であなたの悪口を言うかもしれないんだよ。服装のことも言ってくるんだよ。なんか今日格好変えてたんだけどウケるって。それでは密告の交換です。秘密を交換した人の名前を入力してください。よし、別に密告は嫌な話じゃなきゃダメなんてことはないもんね。こういう純粋で優しい子っていうのは、自分をそのままに大事にしてあげてほしいけどね。でもな、そういう子こそなんかネット社会とかを知らないでほしいわ。ほんと。ネットなんてもうぐにょぐにょ汚ねえよ。汚ねえ世界だよ、ネットなんて。開示する秘密がどれかはこちらからは選べないし、他の密告をたくさん入れれば、この情報が開示される確率は薄くなるはず。あ、考えてんな。こんな風にいい話で密告を埋めていけば、嫌な話は流れていくはず。りんちゃん、俺がこの密告交換アプリの運営だとしたら、さっきのいい話なんてもう密告の情報に入れないね。もう省いてしまうわ。だって結局人は激しい話、危険な話を求めてるわけだから、こんな薄めようっていうことで開示される確率薄くとかしないですね。私は間違ってた。そうだよ。人を恨んだっていいことない。そうか。たまに恨んでストレス発散になるんだったらいいことであるんじゃねえか。千咲にも今日の態度のことは謝ろう。まずあっちが謝れって話だけどな。りんちゃんの精神にいる俺邪魔。りんちゃんの精神世界にいる。俺絶対邪魔。絶対もうね、頭の中、りんちゃんの頭の俺邪魔なの。りんちゃん早く消したいだろうね。何この喋ってくる男って、ニュース漫画にほにゃららららの事件では、被害者の女性の身元がわからないほど痛い。おっと、これ突然の千咲が死ぬんじゃない？女性の身元が。警察では被害者の特定を急いでいます。次はたった今入ってきたニュースです。東京駅構内にて男性が刃物で刺される事件が。おっと、これさ、絶対知ってる人とか直くんだよな。でも出てきた男っつったら、被害者は、あ、いた、その3人も漢字難しい3人衆。被害者は帝都大学3年生のほにゃ難しい3人衆と見られており、なかなか名前読むの難しい3人衆と見られており。え、確かにこれ誰に殺されたんだ。あ、そっか、え、密告アプリで情報を提供したから殺されることになったってことなんだよな。じゃあこの流れ的には、3人は刃物で後ろから次々と刺され、救急車で搬送されたものの、搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡。3人は先週帝都大学内での飲酒強要暴行事件において不起訴処分となっていました。加害者は坂倉明子。また新キャラ出てきたな。でもこの人はもうバレてんだもんね。逮捕されてるってことなのかな。坂倉容疑者は帝都大学内飲酒強要暴行事件の被害。あー、なるほど、復讐行為ってことか。暴行事件の被害者の母親で、今回の事件は報復を目的とした殺人事件とみて警察は捜査を進めているようです。こうやって全ての人生にいろんな関わってる人生の狂ってくんだな、人たちの。それでは現地のレポーターに、もしかして私の密告が原因で、いや考えすぎだよね。いや、りんちゃん多分君の密告だと思う。でももし密告交換アプリを使ってたら、自分が被害者の母親だったら、まあ被害者の親ってなったり当事者関係になったら、とにかくどうにかしてそういう、加害者たちの情報を集めようとするから使うんじゃないか。でも密告したのが誰かまではわからないはず。そうだよね。なんか情報交換しなかったらバレるみたいな感じだったもんね。いや、もし直人が、私が、ああ、それもあんの？りんちゃんがさっきの3人の名前を密告したっていうことを密告したよっていう、それもあんの？密告の掛け算みたいになってくんの？だったらそれまたさらにいけない？私が密告したってことを、直人が密告したことを密告したって言って、その直人が密告したことを密告したことを密告しますって、んってなんない？あ、密告2条3条、密告4条みたいな、いかないそれ。私、さっきの密告で、秘密の交換をまだしてない。もしかして、自分の秘密も交換できる？あ、そういうことね。りんちゃんの名前を、りんちゃんの情報か。自分の名前を入力。まあ、これで嘘ついてたら、安倍川りん。この人物でよろしいですか？これが密告交換アプリのね、本当か嘘かのちゃんとね、判別できるもんな。やっぱりあるんだ、私の秘密も。誰かが密告したんだよね。待って。これ一番怖いパターン言っていい？一番怖いパターン、かつ俺が求めてしまってるパターン。安倍川凛は人殺しである。これ怖くない？そして凛ちゃんがサイコパスモードに行ってさ、やっぱりバレてるんだみたいなさ、怖っ。大丈夫だよね。どんな情報来るんだろう。はい、それでは秘密を開示します。ああ、なおくんなおくん、予想前の俺の予想の方がさ、展開的にちょっとさ、激しくて盛り上がっちゃうから、なおくんなんか予想通りな感じ、ナオくん。安倍川凛は帝都大学飲酒強要暴行事件の犯人を密告した。はい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 。これは凛ちゃん次行こうぜ。直人は半川直人は安倍川凛が帝都大学飲酒強要暴行事件の犯人を密告したことを密告したみたいな、なんかもう密告かけてこうぜ。はっ、まずい。この話は直人にしかしてないはず。でもね、安倍川凛っていうことがさ、そんな広まってくのか。もうさ、個人情報ガバガバだな。どうしよう。この秘密がもし事件の関係者にバレたら、3人の親が私が密告したことを知ったら、今度は私があの3人みたいに、まあ、凛ちゃんってことは特定されにくいんじゃないか。この情報ってアプリ側に請求したら消してもらえたりしないかな。無理だよ、こういうのって。一度手を出したら直人に連絡して消してもらうとか。あ、でも私ブロックされてるんだった。それとも私も自分自身の密告をして少しでも情報を…いや、凛ちゃん無駄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 。それもう意味がないって。そんな情報薄まんないんだって。もうゴミ箱に行っちゃうから、その情報。多分新着情報が1件あります。え、何これ。鎌田千咲の密告。鎌田千咲はパパ活で金儲けをする最低女。開示の時点では未検証でしたが、先ほど検証が確認されました。うわ、すごい。このパパ活してるっていうところ、現場写真みたいなのが撮られたってことなのかな。内容に嘘偽りのないことを当アプリが証明いたします。え、なんで嘘だよ、凛ちゃん。その人を分かった気になっちゃダメだ。だって千咲はそんなことする子じゃないよ。そんなことする子じゃないよって分かった気になるな、凛ちゃん。お前が結局傷つくだけだぞ。そんな話一回できるわけないだろう、そんな話を。だいたいこの検証って何なの。まあそこはあまり食いつくな、フィクションの世界だから。誰が検証してるの。どうしてそんなことが分かるの。おかしいよ、このアプリ。お、警告。あなたがした密告。鎌田千咲はとても心優しく、仕事で帰りの遅い両親に代わって妹のためによく料理を作ったりと、年の離れた妹の世話をよくしてあげている。この密告に嘘があることこりんちゃんりんちゃん、良かれと思った行為が、この巫女が嘘だってじゃあ千咲とんでもない悪女になっちゃうけどね。もう別に料理も作ってないんだね、妹のために。世話よくしてないってことになっちゃうよ。利用規約にのっとり、あなたが今までに密告した内容をペナルティとして。りんちゃんやばい、りんちゃんやばい、りんちゃんやばいって。ちょっとりんちゃん逃げよう。これも私じゃないって言おう。え、何これ。おっと、これで最終話に行くのか。なんかコメント、何これ、なんかスタンプ貼ってる。コメント見れんのか。ごめんなさいね、勝手に読んだ。一回手出したら終わりなんだろうな。そうだよね、俺もそう思う。続きが楽しみっていうスタンプだね。お前なんかのんきに読んでんな。最終話来ました。ペナルティって何。密告の内容を本人にって。そんなの聞いてないよ。だいたい嘘じゃないよ、千咲が実際に言ってたんだし。このアプリがおかしいんだ。どこかに連絡先は。利用規約。ここで回収になるんですね、多分。利用規約やっぱ見てなかったね。まあ大体アプリの利用規約とかさ、なんかサイト使う時の利用規約なんてみんな読まないでさ、プルルルって速攻スクロールして同意チェックだけやってポーンと押すんだろうけど、こういう危ないアプリとかもちゃんと利用規約は読まなきゃ。小さい文字ばっかりで読みにくい。このアプリには事実のみを密告してください。密告された内容は検証班が厳しく検証します。検証班誰。もし嘘の密告をした場合は、あなたが今までにした内容の密告を、今までにした密告の内容を、あなたの名前とともに、ペナルティとして密告された本人のスマートフォンに通知いたします。あ、これをちゃんと読んどかなきゃいかんでしょうが。まあ、読んでたとしても、千崎から聞いた話は嘘だと思ってなかったもんな。ペナルティ通知は、当アプリをインストールしていない場合でも、本人に必ず通知、怖っ怖っ怖っ。インストールしてなくて通知来るとか怖っ。やばくないそんなん。なんか、この密告交換アプリって実際に世界に存在したらさ、まあ確かに炎上してすぐ削除とかにはなるだろうけど、今日気になってやっちゃうし、俺自分の名前でまず調べちゃうかも。てん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 。こんな説明。だって、インストールした時には、匿名で秘密を密告するとだけしか、書いてなかったじゃん。利用規約ちゃんと読んだ？もしかして、千崎が話してくれたことが嘘だったの？まあそういうことになっちゃうね、結果的に。だって検証班がいるんだよ。どうしよう。千崎に直人に今日殺された3人、その人たちに私が密告した内容がそのまま通知されるってこと。今日殺された3人に行くのやばくない？これ関係者が知ってしまうってことなんじゃないの？りんちゃん、よし。君の精神世界にいる私、君の精神の世界にいる私、キヨが、アドバイスを与えよう。りんちゃん、諦めよう。もしもし、誰だ？なんか知らん人だ。はてなはてなはてな、また新キャラ来た。あ、りんちゃん、お、なんか相談してんのか？これは？亡くなった3人のうちの母親が出てきた。母親ですけど、あなたが正嗣なのかなのことをあの女に言ったのね。正嗣のスマートフォンに通知が来てたけど、私はあの子はやってないって言ってたのに、なんでそんなことしたのよ。まあ不起訴処分にはなってるから、やったかやってないか本当の世界のことは分かんないってことだもんね。あの子は私のたった一人の息子なのに、成績も優秀で将来も期待されていた子だったのに、あの子を返して、あなたのせいで正嗣は死んだのよ。返して返してよ、凛ちゃん。とんでもないことにこんなアプリに手を出さなければ。どうしよう、思わず電話切っちゃった。なんでお前ちょっと余裕ある感じなんだよ。もうダメだって言ってさ、もうそのベッドに寝転がれお前はもう。もう一旦考えるのをやめろ。カーズになれお前。怖い。怖いよ。あ、また着信。直人。あ、ブロック解除されたんだ。よかったじゃん。直人からだ。直人。ごめん、私どうかしてて。でももともとはりんちゃん悪くないんだけどね。ごめんも何も直人が三股してるのがまず悪いけどね、何よりも。どうしたの？通知が来たでしょ、密告交換アプリの。私密告交換アプリの使い方を間違えて、それであんなことに。泣いてるの？後悔してる。やばい。なおくん、こいつ三股してる単純、シンプルクズ野郎。会社でミスったのをウイルスぶち込んだ、シンプルクソ野郎なのに、やばい、こんなところで優しくされたら、よくない。どうした？話聞こうか男がここにも出てきた。いくら元彼だとしてもよくないって。いや、別れた別れてないの話はまだしてないから、今彼なのかまだ。よくないよ。りんちゃん騙されんな。シンプルにこいつはクソ男だぞ。優しくしてくれるからってそっちに行くな。一時的感情で動くな。直人の言った通りだった。あんなアプリ。使わない方が幸せだった。確かにね。知らぬが仏っていうこともあったわけだもんな。知らない方が良かったこともあったかもね。でもさ、また知った方がいいよ、ちゃんと。ごめんなさい。謝るのは直人だって。凛ちゃんから謝る必要ないって。ごめんなさい。2回謝る必要なんて特にないよ。いや、俺も謝ろうって思って。もともとは俺が浮気したのが悪いんだしさ。そうだよ。俺の方こそごめん。いやー、やばい。直人が普通にいいやつになろうとしてるけどよくないからね。三股なんてな、クズしかやんねえんだよ。直くん。ああ、直人呼びから直くん。元の関係に戻ってしまった。凛ちゃんよくないって。やばい、なんか精神世界の俺がどっかに行ってしまいそうだ。やばい、凛ちゃんが俺を離そうとしている。助けて。うわ、直くん助けて。こんなんアーロンの時のナミしか言わないよ。ルフィ助けて。当たり前だの。うわ、やばいって。直くんがルフィになろうとしてる。私、殺されるかも。まあそうだよな。逆に言うと復讐は復讐を生むって言うからね。凛ちゃんも復讐される可能性あるもんな。落ち着いて。今からそっちに行くよ。来てくれるの？うん。今行くから。なんか怖っ、この直くん。なんかこの直くん怖くない？なんか、びっくりマークも特にあるわけでもなくさ。なんか淡々としてない、この直くん。部屋で待ってて。俺の考えすぎ？うん。待ってる。ありがとう。言い方。ありがとうでしょ。この待ってる間って怖いよね。一番この待ってる時間が怖いよね。落ち着かなきゃ。そういう時、落ち着かなきゃっていけない時に、なんか怖いものとかさ、なんか自分の気が動転しそう、なんか気分が悪くなるものは見ちゃいけないから、こういう時に進めるよ。俺のブレワイどう？りんちゃん、こういう時俺のブレワイ見たら結構ね、楽しくなれると思うんだけどな。俺進めるわ、俺のブレワイを。ただりんちゃん1個難点がありまして、2時間あります。基本2時間あるんで気をつけてくださいね。なおくん待ってる間途中までしか見れないです。落ち着かないと。落ち着いた？あれ？なおくん、どうして家の場所知ってるの？彼氏だからじゃないの？普通に知ってんじゃないのか？会うときはいつもなおくんの部屋だったし。家は遠いし、駅名くらいしか知らないはず。あったった。これ、なおくんだな。これ、なおくんなんか危ないな。次の密告をしますか？はい。内容を入力してください。安倍川凛は、中学の時にいじめられていた。でもそうだ、そういう過去があったのか。でもその上で確かに千咲、あれ千咲なのかな、よく見たら。千咲は声をかけてくれてさ、まあ裏ではああいう風にはなってしまったけど、声をかけてくれた時はさ、仲良くしようってなって、まあいい子であったのかな、あの子も。まあ裏で悪口言うのはクソだけど。学級委員長になったことで、張り切りすぎて反感を買い、クラス全員から無視されてし、凛ちゃんは何にも悪くないのよ。学級委員長になって張り切りすぎるって別に悪いことじゃないからね。でもね、学生はちょっとしたことでそういうことに、ね、なっていくんだもんな。密告ありがとうございます。それでは密告の交換です。秘密を交換したい人の名前を入力してください。半川直人。それでは秘密を開示します。何が出てくるんだ？やっぱ最初に出せよ、ミコ交換アプリ。最初に出せよ。あれ、俺ハンガーナウトの情報ってさ、いやそうよな、三股の前にこっち出せ。ミコ交換アプリ、何お前じらしてきた。は先にこっち出せ。三股よりこっち出せよ。ハンガーナウトは快楽殺人鬼。この密告は検証済みです。内容に嘘偽りのないことを当アプリが検証証明いたします。なおくんが殺人鬼？面白かったなんだろうね、このアプリの世界はすごい狭い世界での話だったんだけど、変に風呂敷も広げずね、面白かったなぁ。このコメント。利用規約なんか誰も読んでない。なんか、まあ、それなりにあってそうなことを言うな。